ですテルの YouTube 大学へようこそ天然語のね堂楽で、えー、ブログ YouTube やってますアフィリエイトはねまあ時々ですね月に一度二度売れるぐらいでまあ、これ1 0 0登録すればなんかマネタイズできるっていうで頑張ってますけども、えー、今日はですね不動産投資再建築不加物件を買うべきか否かっていうんでね えー、これ結構ね、あのー、みんな取り上げてくれてると思うんですけどこれは私なりの見解なんですが、まあ、不動産投資でね再建築不可物件って結構あるんですけどそれをどうどうするかっていうことですよね。で現在の建物を壊した後に新たに建物を建てる場合はこれは建てられない物件のことを再建築不可物件というんですけど。 これ大体あの、雪道ですね。二入入問題あるっていう、建築基準法の道路、4メーター以上のものに2メーター以上接するかどうかっていうのがポイントなんですけども、その他に被害化調整区域の物件があるということですね。いずれも銀行融資とか再建築の問題がね、いろいろあるみたいなんで、注意しましょうということなんですが、まあ、ここにもあるようにですね、銀行から融資を受けられないっていう具体戦略が立てられないと。 <laughs> というのが問題点なんですけどただメリットもありましてめちゃくちゃ安いというのねだから賃貸するには問題はないとただあのものすごいあの道路からこの入って奥へ奥へ行くようなんじゃなくて一軒旗沢落ちでもね一軒こう一軒こうスルーして次に家があるというようなのがいいと思いますね ね、賃貸を借りる人にとってはそんなあんまり問題じゃないってことですまね。まあ、だからこれは投資には向いてるかなということですね。安くて賃貸に問題なければ利回りは回りますからね。で資産価格が低いので税金が安い。これは固定資産税がね評価が低いので建物立たないってことで。で建築付加物件ある意味は購入できると、えー、いうことですね。 ただキャッシュがあったわけですね。だから退職金とか早期退職でもらったお金で運用するには案外いいかもしれませんね。でねなんかね三井住友トラストなら融資もできるそうなんですけど別担保が要求されるつまりえっ、ー、と他のね物件が例えばあの全部もう開始終わったマンションかなんかのお住まいでそこに担保がつけられるな,ならそれを別担保としてで買うことはできるということで。 えー、金額にもよると思いますけどで、まあ三大都市圏の中心がいいということですよね。もう地方の方行っちゃうとね、うん、よくないですよね。地方ってのはこれからダメじゃないですかね。購入が簡単にできるかっていうんでね、えー、三再建築家の物件でも業者さんが買うようですということでね。ですぐにはいい物件出てこないんですね。でこれはあのー、もうほら 業者さんは全部こういう難しい物件を処理するのも手慣れてますからで物件を見たらパッと買い付けて買っちゃうということで素人の人には手に入らないっていうかな初心者にはこういう物件が入ってこないということでそれからあの再建築できなくても新築同様のリフォームっていうのはあの新築同様リフォームみたいな,なんか住友かなんかでやってたのかな。 ね、要するに古くなってもほら柱とかそういうのがしっかりしていればそれを作り直せばいいんでそういうのはできますからね。で業者さんはレンズを見ていい物件があれば即買い入れを入れる買い付けを入れるって言うんでねこのレンズっていうのがねあのアメリカのレンズはね一般の人も分かるんですよこれ,これ私このブログ YouTube で説明してますけど日本はね業者だけなんですねこれがねやっぱり。 まあいわゆる既得権益ますっていうことなんですかね。うんしかも資金があるんでもう買ってね、えー、その建築負荷を建築可能にして売っちゃうみたいなこともできますからね業者さんは。まあ一番いいのは宅建取って業者登録して、まあ、300万ぐらいの資本金で、えーね、自宅の2階かなんかで。あのおー ねえー、やったらその不動産登録してそれでこういう物件を探すとレンズを見ながらみたいなことはできるかなと思いますねこれはちょっと私もなんかね80ぐらいまでね80ぐらいのおばあさんがねなんか不動産業者やってたんでまだね私もあのやろうと思えばできますけどただねもうね体力と気力がね特にこのウイルスでね引きこもっちゃってるんでね なかなか難しいですけどね。まあやる気はあるんですけど。まあそんなことでですね、今日は、えー、またもう一本、不動産投資、えー、っと、これでですね、不動産投資再建築付加物件を買うべきか否かっていうのをお送りいたしましたと。 あの YouTube ね定年になったら YouTube やるといいと思うんですけどこうやってね私みたいにブログで書いてこれをえっ、ー、とねこのクイックタイムでね、えー、マイクをくっつけてしゃべればねこれできるんですよでここに人形をこう立てたいんですけどねなんかそれはできないんで私には、まあ、そんなことでね、えー、チャンネル登録していただけますとまた次にねこういうまたいいのがあったら やっぱり投資して儲かる儲けられるってね株もそうですけど不動産でもねまだチャンスがあると思うんでそういう話題が出たらねあのお,お教えいたします。まあ私も不動産会社7年そしから追て大手証券7年そして商社のネット部門で、えー、そこは不動産総務不動産関係やってましたからねまあいろいろ経験を 披露をしながらこやってます、まあ、えー、チャンネル登録ね、えー、していただきますとまたどんどん次出していきますんでよろしくどうぞ。